よいしょ。はい、おはようございます。ポンポナッカです。今日は今横浜に積み込みに来てます。横浜来てんねんけど、今日の朝は茨城のつくばまで行ってました。つくばの卸先にもう朝早うに着いとってんけど、もうブワーってもう自社便のトラックがブワー並んでるから、もうすごいアウェー感たっぷりやってんけど、でも卸してる時に、あのなんかさ見てるよって声かけてくれて、なんかアウェー感がなくなりました。ありがとうございます。リュートの人もめっちゃ優しかって、もうギュインギュイン引いてくれとったで、ギュイーン言うて、もうパレットがバーンと張るとったけど、そうそう、もうバーッと降りて、帰り、ヤバラのエネフリでシャワーして、ほんで、来ました。もう朝のあの、三郷からの渋滞、偉いな、あれ。小菅まで。3、40分ぐらいかな、渋滞並んでして。偉かったわ、あれ。あの渋滞抜けたらもう、あとは、湾岸まで出て、湾岸も、吸い通ったし、本木まで無事、ちゃーっと来れたけど、1パレだけ積んで、大和さん休憩入るわーって言うて、休憩入って、そう。もうジャンバー脱いでやる気満たろうやったのに、ほんまに。天気いいわ。今日、あれなんや、火災ジャンクションか。火災ジャンクションのところで、こう、もう、俺、この先、湾岸、こう、右カーブのところの、ちょっと手前から、ちょっと渋滞で止まっとってんけど、こう、前から、ぐわーって対向車の、こう、カーブ、こう来るやん。こう来るトラックとかが、もうめっちゃかっこよくて、うわ、めっちゃかっこええやん、思って、ギュイーンって曲がってくるね。ギューンって、うわ、かっこええ、とか思って、そう、思って。やっぱトラックかっこええな、と思ったわ。ピューって走っとったね、みんな。かっこいいなぁと思って見とって。はぁ、あ、偉い。日報かかなか。日報。日報が溜まってるわ。ちょっと日報書きます。よいしょ。ゆきぼうさんにいただいたシール、絶賛配布中です。声かけてくれた方に配ってます。今日も首都高で、パーって並んだドライバーさんが、中さん言うて声かけてくれたけど、さすがにシールはあげられへんかったわ。そう。ごめんな。ちょっとほんなら日報かけます。ここは本木。本木譜よっしゃ、これで何やろうな、これ。昨日、世界語16時日報があったわ。あ、大丈夫。何分まで休憩？あと5分ぐらいかな。ちょっと間違えてる。これは9。9の今日が10日。何曜日や、月火水曜日。
トラック15万キロ走ってるわ。15万1000キロ走ってる。早く来とってよかった。後ろトラック2台来た。よかった。来たらトラック1台積んどってすぐつけてって言われてよかった。はい、おはようございます。あ、ヤクルトですか？そうなんです。飲み物売ってまして。買いますよ。ありがとうございます。何があるんですか？今 CM でヤクルト1000っていうのがこちら免疫強くなってそうなんですか？コロナなので売れてたり、あとジュースとか栄養ドリンク、コーヒー、4杯とか。じゃあ何でも3本ぐらいもらえます。ありがとうございます。あとお茶とかもあります。お茶ももらえます。じゃあお茶と何でもいいよ。ヤクルトとキャベリアスとかも入れます。それ何？食べるやつとか。食べるやつはいいです。飲む方がいいですか？あとジュース系もあります。なヤクルト、あ、ジョア、ジョア、ジョアちょうだい。ジョア何があるの？ミニとイチゴとマスカット、プレーンですね。あ、プレーンもらいます。はい、すいません、はい、それでいいです。ありがとうございます、はい、はいはいはい。そしたら3本で367円ですね、はい、367ですね。300、1、2、3、4、5、6、7。はい、はい、すいません。あ、ちょうどですね。はい、ありがとう。この辺いるんでまた。あ、ほんまですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、なんか不意にヤクルトレディに声かけられたということで、まあお茶はいつでも飲めるな。ヤクルトジョアと、あとヤクルト1000買いました。このヤクルトなんか飲むの久しぶりやと。とりあえずほんだらヤクルトのジョアのプレーンでも飲んで休憩終わったら頑張ろうか。もうすぐ休憩終わるような気がすんねんけどな。ストロー刺す口があんねんな今よっしゃ、あと回ってんねんな会社、偉いな。これは乳酸菌と白田株が入ってんねん。ヤクルトもたまに飲んだら美味しいな。
このヤクルトの、なんやろうな、この、物足りなさ感が何とも言えんな、これ。ということで、続けてヤクルト専門飲んどけ。ヤクルト美味しい。腸内環境改善。ピロリ菌死なへんのかな。俺18、19ぐらいの時ミニバイクレースやっとってんけど、ほんだらずっと外からね、半田道路をずっと上がっていって、で生駒のあのスポーツランド生駒かにあのバイクのレースでよう走りにとってんけど、ほんだら外側のこちょうど花道路を曲がるところの速道で、もうヤクルトのおばちゃんっていうかヤクルトレディがうわーって出てきて、3人ぐらいヤクルトどうですかって止まってる人にみんなに声かけんねん。そうここでみたいな、もう今絶対ないやろうな。うん、よかったけどな。ヤクルト飲んだらこけても骨折せえへんとか言ってわけのわからんこと言うとったもんな。骨折するっちゅうね。でもバイクのレースで俺大怪我は一回もないかな。普通のバイクこう街中で走った時の怪我の方が多かったわ。まあ、難攻でこけた時のあの骨折が一番大きかったな。難攻骨折、無駄に骨折した時な、1年半ぐらい入院しとったかな。軟骨の骨折1年ぐらい入院して、そうそうそう、あのロッコアイランドから落ちた時やな、15メートルから落ちた時はもうあらかた1年半ぐらい入院しとった。いつまで入院すんねんよぐらい。もう骨折したらええ、もうろくなことないわ。神経切れるしな。もうさて、じゃあぼちぼち積み込み開始かな。ぼちぼち開始です。じゃあ皆さん本日もご安全にです。ビーっていうのはウィング開けてる時にスイッチオンにしたらビーってなるね。知ってるっちゅうねん。いてリフトが動いてるのかどうか見えへん。あ、来た。じゃあ行ってきます。よしよしよっしゃ、頑張るべー。もう静電気がバチバチやね。よいしょ。よっしゃ。じゃあ行ってきます。バイバイ。よし。よっしゃ。よいしょ。はい、暑い、終わりました。神田400積んできました。暑い、ちょっと待って、暑すぎ。タオルちょっと待って、暑すぎる。なんでこんな暑い。暑い。暑い、倒れる。今日は神対400なんで8段の5列の40の後ろに10列で400積みました。積み込み時のパッと見た目の検品は破れてませんでした。もう明日いいかな、わからん。もう多分大丈夫です。はぁ、偉かった。よっしゃ、じゃあ出発しようか。はぁ、暑11時。
休憩感だから1時間半ぐらいおった。熱っ。よっしゃ、じゃあちょっと、よっしゃ、OK、 じゃあ出発します。熱っ、重た。はい、ここは横浜の本牧です。本牧で住み込みしました。えらい。じゃあ今日は京都に帰るだけです。ふぅ、暑っ。狙いは列車です。出るかな。すみません。コーヒー豆重たそう。はい、じゃあほんならぼちぼち帰ります。皆さん本日もご安全です。バイバイ。はあ、えらい。でも今1パレに50個乗ってんねん。5の10段で50やから、もう400でも8パレやから、気分的には気分的には楽かな。気分的には8枚やっつけたら終わりやみたいな感じで。でもあんまりこう3段4段積み上げてもうてしたら楽っちゃ楽やねんけど、こうギュッて引っ張った時にこの紙帯の耳にギュッて引っかかって紙がちょっとな破れるかもしれんから、もう3段で取ってください言うて。あっちっちゃ。さっきなんか岩手の方のドライバーさんに声かけてもらって、中さん言うて、今から岩手帰るんです言うて、トラックどれか分からへんね、もう帰った、トラック向こうなんですってことが見えへんかったです。よしよしよし、今日は卸先でも声かけてもらったし、ありがとうございます。もう雪坊さんが作ってくれたシールしかちょっとあげるのなくて、でもあのシールももうあげてすごい喜んでもらいます。嬉しい。もらえるんですか言うて、外貼ったらあかんで言うてそう、紙やから言うて。あっち、あっち、クーラー、ちょっと今ガチのクーラー。よしよしよし、あっち。妙なタイミング。どれ、ああ取れた。よしげー。よしよしよし。よしよしよし。はい、じゃあ帰ります。バイバイ。ここなんかでした。熱っ。せいかダメなんだよ。